この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様。はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスのお兄様本でございます。今日もよろしくお願いします。私、皆さん、ご存知かわかりませんがボイストレーナーなんですけれども、一応はい、ボイストレーナーなんですね。っていうので、ちょっと今日声を使った実験をですねしていきたいなと思っておりまして、その実験に使う道具っていうのがちょっとね、今ここにモザイクかかってると思うんですけれども、多分誰もね絶対予想がつかないと思う、今から何を使うかっていうのは。はい、ということでまずちょっとこの道具の方からご紹介させていただきたいと思います。それがこちら、ヘリウムガス。ピント全然合わなくないこれ。はい、そうなんです。絶対に誰も予想だにしなかったであろう、ヘリウムガスを使って、今日とある実験をしていきたいなと思っております。題して、ヘリウムガスを吸った状態でホイッスルボイスを出したら、はい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 、息余裕せず。前回ね、デスボイスをヘリウムガスを吸った状態で出しましょうというちょっと実験やってみたじゃないですか。ご覧になってない方ぜひご覧いただきたいんですけど、まあまあ面白いからで、ちょっとそれの延長で、今日はその続きというか続編というので、ホイッスルボイス編をちょっとお送りしたいなと思ってるんですよ。僕もですねこれやるの初めてです。はい、僕自身が、やるの初めてなので、一体どうなるのかと、気になる方ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは発声関係のお話だったりとか、面白いアーティスト取り上げてみたりだとか、歌ってみた動画上げてみたりとか、しておりますので、ぜひチャンネル登録まだお済みのない方はしていただけると嬉しいです。ということでやっていきましょう。まずちょっと普通にハイハイハイ A を出したいと思います。普通にね、はい、こんな感じで、これが、普通の成人男性が出せるであろうハイハイハイ A の音ですよね。で、ちょっと一応僕のね過去動画とかでもご説明してるんですけど、ホイッスルとまあほぼ同じなんだけど、一応分類的には、スーパーエッドボイスと呼ばれるものもございます。出し方ほぼ同じなんですけど、絶妙に違ったりするので、スーパーヘッドがこんな感じですよっていうのも一旦やってみますね。まあこんな感じが、スーパーヘッドボイスという感じなんですけれども、これら2つをじゃあ早速ヘリウムガス吸ってやっていきたいと思います。まずはね、普通に声どれぐらい変わるんっていうのを、ヘリウムガス知らない人いないですね、ほぼいないと思うんですけど、まあ一応説明すると、これを吸った状態で声を出すと、出す声が自動的に高くなりますよっていうツールなんですよね。これがまず普通の使い方をした時の効果のほどを確かめていただきたいと思います。喋るとこんな感じになるんですよね。前回のこの普通に吸う時よりも全然いっぱい吸ったんだろうね。めっちゃ変わったからびっくりしたわ。一応ね、メインディッシュはホイッスルだから、まあ、一応スパイトからいく。ハイハイ D です。さっきスパイトで出したのハイハイ D だったんですけど、ハイハイ D を出してみたいと思います。いやー！おお、すごい。なんかいい音じゃない？なんかさっきのスーパーエッドより。いやー！普通に出すとこんな感じなんですよ。いやー！なんかさ、高くなるっていうより、まあ高くなってんのかもしんないけど、高くなってんのかもしんないけど、それ以上に普通に芯がある感じでなって、出るよね、なんかしかも出しやすいっすよ。なんかスーパーヘッドって結構操作緻密なんですけど、あんなクソでかい音してるくせに、だいぶ普通に出すより、やっぱ空気が、前回のね実験でもそうでしたけど、空気が軽くなる感じがあるから、なんか出しやすい雰囲気がありますね。これはちょっとホイッスルに期待が持てます。次じゃあちょっとメインディッシュであるホイッスルボイスいきたいと思います。いきますよ。よし、出るな。いきますよ。よっしゃ。キノコのこのこ。やば。なんかどっか飛んでったね。なんかすげえ、なんか宙に浮いたみたいな気分だったんだけど今。むずいかもしれん、これ。ホイッスル出すの。すごい軽いんだけど、なんか。今まですごい重りをつけて、全力ダッシュしてたところ、5キロぐらいの重りをつけてダッシュしてたところから、その重り急に取ったみたいな。そんぐらいのなんか、パンっていう感じがあったから、コントロールできなかったな。ちょっともう一回やってみましょうか。しゃ。おお、すごい、すごい。すごい。なんかもっと細くなるわ。印象としては。すげえ細く出ますね。ピーッつって出る。ただでさえピーッっていう感じなんだけど、よりスタイル良くなるわ。なんか、
もっと細くなる。うん。モデル体型のホイッスルボイスが出ますね、なんかね。ちょっと次はじゃあ、限界値までちょっと出してみるわ。綺麗に出せるホイッスルの限界が大体、ハイハイハイ C とかなんですよね。D とか D シャープも出るときは出るんですけど、まあどうしてもノイズが乗ったりとか、ホイッスルシャウトなら大丈夫みたいな感じだから、よし、じゃあちょっとパパ限界にチャレンジしちゃうぞ。ダメだ、全然ダメだ、全然変わんないよ。なんなら普段より出てねえよ。普段より出てねえじゃねえかよ。おい、どうなってんだよ。今雑魚ぐらいなんか、ハイハイハイ C ぐらいじゃなかったよ。しかもなんか汚くない今のなんか。全然ダメなんだけど、あれ？もう一回いきます。もう一回やしてください。一回したぞ。ダメだ、全然ダメだ。あー、撃沈した。もう世の中うまくいかんな、本当に。甘くないっすね、甘くない。なんか出だしはいけそうな気がしたの。なんかやっぱちょっと軽いと思って、いけると思って上げてったら全然変わんない。やっぱこの喉であるということは変わらないので、その体内の空気が変わるってだけなので、限界値は変わらないという検証結果になりました。まあ実験だからしょうがないよね。僕もね、マジで初めてやってみたんですけど、なんかね、スーパーヘッドとかまでは結構期待持てたんだよね。あれ、普段よりいけるみたいな。勝てるみたいな。空気漂わしといて、このざまですよ。まあ、うすうす分かってたけどな。一応トレーナーだからな。分かってたんですけど、やっぱ変わらないですね。まあ、ただね、途中でも言ったように、ワンチャン出しやすい感もあるので、ちょっと流行るかもしれんな。ヘリウムボイトレということでね、満足のいく結果にはならなかったかもしれないんですけれども、まあ音色はあんな感じになりますよと。細い感じになります、よりやっぱり。当たり前かもしれないけど、より細い感じになるし、ちょっとふわっと軽くなって出しやすいと、そういった結果になりました。残念ながらその人間の耳には聞こえないレベルのハイパー超音波みたいな音にはなんなかったんですけど、ぜひですね、今回の動画面白かったぞと、よく頑張ったお前はという方、高評価と、あとはチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、魔法がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。これやばいな、マジで。これ戻らなくなるんじゃない、これ。そのうちやば。